ジョージマペドアヤミアヤミーズブリーズワインです。今日はですね、このフランスのスパークリングワインを飲んでみたいと思います。まあね、フレンチっぽく読むな、どうすんだろうな、ポーラネーとか言うのかしら、こんな感じです。はい、ブリュットなんで、まあ辛口系かなっていう感じですね。早速開けてみたいと思います。もちろん冷やしてありますよ。あ、怖い。で、負けます。あ、食べたら。あ、大丈夫だ。ほら、こんな感じだよ。なんか書いてある。はい、じゃあ注いでみます。わー、色とか言って、色は何も言えませんね、普通に。はい、で、香り、スパークリングの香り、いつも説明になってないって感じですけど、いいんです。自分的に美味しいかどうかをおすすめするチャンネルです。はい、じゃあいただきます。程よく喉も渇いてます。美味しい。っていうか、スパークリングのあんまり間違いってないのかな。辛口だけど、うわ、すっげえ辛いではないですよ。でも辛口。この間、ドイツの、なんだっけ、H カジメ、あれ飲んで紹介ここでもしたんですけど、あれはセミドライとか書いてあって、少し甘め。でも、すごい美味しい意味でね。で、これは、こっちの方がちゃんと辛口かもしれませんね。あ、でもね、飲みやすくて美味しい。これ、ポルレミー、全然普通におすすめです。で、ちゃんと冷やしてくださいね。もし美味しくなくてもください。私の個人的見解で言ってるんですからね。美味しいです。じゃあ次に今日のつまみ、まあこれね、多分間違いないと思う。第1回目にやったカステロシリーズ、カステロのチーズなんですけど、クリーミーブルーだからブルーチーズ系のチーズ、はてなって感じなんですよね。だからここすごいだから楽しみなのね。あ、でね、今日はクラッカーじゃなくてフランスなだけにフランスパンにしてみました。よし、ということで、あー、すごいすごいって、何がすごいかっていうと、緑だ、カビチーズだね。またこれも匂いが、そうでもないか、今んとこは。はい、こんな感じ。どう、美味しそうでね。ほら、もうちょっと溶けてるんだもん。やば、いっちゃうよ。うわ、見せるよ、パッコ。ほら、切ってる、もう先からさ、とろーって溶けちゃうんだよ、これ。だから私ね、チーズ、ニュージーランドのチーズは、まあヨーロッパのフランスとかイタリアにはかなわないかもしれないけど、まあはい、買うならカステロさんおすすめ、美味しい。他も美味しいんだろうけど、どんどんトライしてきますね。ちょっといただきます。あ、いただきマングースがいいですね。ごめん、あ、つうか、まうん、これパンとも合う、やっぱこういうのがね、これね、ブルーの割には全然ブルーカビの匂いっていうの、だからブルーチーズの臭みはないの、ありそうなぐらいがっつり緑って感じなのに、そうでもこれないですね。もしかしたらブルーチーズちょっと苦手ですとかいう人にありかもしれませんね。そんなないんだよな。あ、なんか普通はバッタけてグワーってくるんですけどね、ブルーチーズはね、これそんな来ないですね。うん、でもほんの強くない、少し残るね、やっぱブルーチーズのマイルドブルーチーズかも、これ美味しい、超うまい。うん、
でね、クラッキーにこういうアワビのパテもあるんですよ。友達が持ってきてくれたんです。友達いないのにね、あんまり。でもラッキー、いただきます。これ私の大好物ですよ。うん、まっ、うん、うまうま、おいしょ。いちごなんてスパークリングだからおしゃれに用意しちゃった。うん、結構、うん、コンティニューでドリンキングしていきますので。ということで、あ、すいません、カメラに。おー、じゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。うまっ、これ超うまっ、マジうまっ。